の久々なんだよな。みんなつけてる人減ったよね。あーなんでなんでじゃなんでレリー記念研究所治療シアタータップゲージでやっていきたいと思います。今回はストライクとデッドハードと内なる力とフェアリトゲルを持ってきたので、誰か己も含む誰かを治療していきたいと思います。あーいたわ、トラッパー、トラちゃん、お前とかあるんじゃないの？ない、大丈夫？拾って歩いてる今。あ、壊れた。俺の壊すものが一個、あれ？何これ、落ちてる、してんのかこれ。どうでもない。まあいいか、回すか。回していきましょう。あ、殴られてる。アダムが殴られた。タナトフォビア。破滅はない。何が壊れたんだ？ん？さっきも破滅なかったよね。デボアホープとか？かな？わかんないけど。おーっつ。共鳴する靴ね。あ、とてもあったな、今。あまんねえ、ヒヤヒヤが。はい、壊していきたいと思います。ああ、タナトって遅くなってるのか。危ねえ。あ、ちょっと来ないで。あ、ダメです。じゃあとりあえずあれだ、手離さなきゃダメだ。はい、ここじゃない、なるほど。あっとおっと、回復しようぜ。待ってくれ。回復させてくれ。頼む。待ってくれ。病気なんだ。頼む。そう。そういうことよ。はいっと。行くぜ。一台も治ってねえ。やべえな。直すか。あらみんな引っかかりますね。あ、お、待て小僧、任せなさい。ビューン。ここの発電機は一生治らん。あー、ここはなかった。あ、来ない。あ、来ない。
いやー、下ばっかり見て歩いてるよ。ここ直すか。俺の体は、俺は直せねえんだ。あ、待て。直せるわ。忘れてた。スイーッと。忘れてたわ。自分で回復するスペを持ってるんだった。あっち直したいんですけど、一台も直ってない。一台も直ってない。やばいって。あら、あで直してくれたかな。多分そうだよね。俺がやってたとこだよね、これ。あれ行く？めっちゃ遠いけど、俺一番対角線上にいるけど大丈夫かな。誰か行くでしょ。あ、行ってるって言ってるって。救助祭りだ。みんな発電機も回さずに救助ばっかりやってる。これは多分ね、脱出はできない。おそらく無理です。俺がトラッパーやったらこんなに引っかかってくれないのに、みんな。やっぱ、トラッパープロは違うな。プロかどうか知らんけど。難しいんだよ、トラッパー。全部解除される。片っ端から設置した罠解除されてくるからさ。もう、ダメだわ。多分トラッパーの才能がない。ありますか？ありますか？ありますか？いいね。トーテムも見つけた。赤来てる。やめて。来ないで。うわー、なんでだよ。なんでだよ。もう。やだー。あー、もう最悪、最悪だわ。そう、なんでだよ。俺ただトーテム壊してただけだね。あそこにもトーテムあったわ。佐々木さん、こんばんは。あし、ああ、もう、まあでも、でもなんだかんだ3台治ったのか。あの、すいません。あ、もういいです。もういいでよ。もぎもぎしよう。白もぎして回復します。あっよし。ロッカーはないの？ロッカーあるっしょ。あったあったあった。スイーッと。なんかメラメラ言ってるように聞こえるような、この水の音。そろそろ釣られる？あ、来たね。オッケー。ついでにチリも対策していく。はい。よし。で、次の回復もここでチャージする。いやー、いいね。あったけ。心強いわ。今回何試合かは、うちなる力使ってるけど、結構久々なんだよな。みんなつけてる人減ったよね。うちの近い。あ、ちょっと待って。あ、なんで？なんで？ちょ、なんで？おかしいじゃん。誰が？じゃあ、なんで？
悪いよな、悪いよな、なんか知らんけど倒れてたら悪いよな。悲しい。もう板倒すボタン変えてくれよ、頼むよ。そうじゃないんだよ。回そう回そう。すいません、あの私が悪うございました。私が回していきたいと思います。このゲームね、ボタン変えた方がいいと思うよ。いろいろ板倒すボタンとどっか入るボタン、全部スペースじゃん。だいたいスペース、だいたいスペースか左クリック。あ、ここ、え、あれ、あれ、ん、ん、今人いたやな。あれ幻覚、幻覚見えるようになった。大丈夫だな、幻覚じゃないな。いや、いいよ、いいや、回そう。ああそうだった、忘れてた。いや、来るよな、これな。どうか、どう剣芸でも来るよな。来ない。あ、来ない。お、優しいか。もっと追うべき人がそこにいた？もしや。あ、死んだから、タナトがなくなった。高速化。ガラクタとかないよね。大丈夫だよね。大丈夫。大丈夫、大丈夫。いける。あ、なんか回してる。ダメだ、行っちゃダメだ。もう分かんない。もうだってもうさ、確認しようがないもん。確認のしようがないよ、そんなの。もうダメよ。もうそれはダメよ、それは引っかかるわ。で、どこですか、出口は。あっち方面だよね、確かに。あ、そこの人、そこの人。あ、抜けた。ここダメよ、そこ通れませんよ。あっちだよな、多分な。あの人終わりだ。あの人終わり、終わりだよね、こっちだよね、確かね。やったっけ。あ、こっちか。危ない危ない。あ、自分は回復できないからな。回復する。はい、ありがとうございます。あ、ロッカー入ればよかったのか。失敗した。セルフケア持ってきてわざと殴られればよかったのかな。まあいや、そんな内なる力使う余裕なかった。